こんにちは、森です。今回は私のレッスン動画になっています。会場は東京ジャンボゴルフセンターです。今回はドライバーがすごい曲がる人に、見直してもらいたいポイントというのをお伝えしていきたいと思います。ドライバーは、どうしても、まあ、みんなよく思う、やっぱ飛ばすクラブなんで、飛ばしたいという気持ちがからとっても力みやすいのが一つで、残念なことクラブの中で一番軽いから一番手の影響が受けやすいクラブでもある。なので多分ドライバーが曲がる人の共通点っていうのは、やっぱ飛距離への執着から、体幹部分の、こっち体幹下半身部分の動きよりも手先の動きが大きくなりすぎてるっていうことが共通点として挙げられるかなと思ってます。なので見直してもらいたい点としては、どう上げていくとかどういう風に振るってよりも、体幹部分とか下半身部分をどういう風に自分は動かせてるのかなっていうのを見直してもらいたいと思っています。ポイントは2つあって、まあ、まず一つはその体幹部分、下半身部分を、まあ、動かしてた時にうまくこっちが作用してくれるように、握る強さですね。握る強さをやっぱほら、飛ばしたいじゃんドライバー。だからグッてこう握りやすいんで、握る強さを、まあ、柔らかく、具体的にどれくらいかっていうと、ボールをこう軽く掴む程度。ボールって逃げるときグーッとこうやって握らないじゃないですか。絶対にこうふわっとこう包み込む感じで掴むはずなんですね。なんでその感じでグリップもグーッて握らないで、ちょっと包み込む感じで握ってあげる。これは左だけじゃなくて右手もそう。包み込むように握っといてあげて、このグリップの中がちょっとこう空洞が少しある感じ程度で大丈夫。ギューって握ると全てがグリップに密着しちゃっててガチガチになっちゃうんで、包み込むように握ってあげて、ポイントとしてはちょっと中に空洞を作ってあげるっていうのが1個で、もう1個が足の動きですね。割とドライバー曲がる人って手の意識が多いんで、手の動きが大きくなっちゃうとフェースって開閉動作がすごい大きくなるんですよ。フェースがこう開いたり閉じたりみたいな。でもこれが変な話、体でこうやって回してったらフェースの向きってあんまり変わらないんですよね。それが手の動きの方が体よりも大きくなっちゃうと、フェースが開いたり閉じたりの度合いが大きくなっちゃうんで、どうしてもボールが曲がりやすくなっちゃうと。なのでじゃあ体使って振っていきましょうねって時に必要なのは何かというと、その体重移動で、体重移動って言ってもただ右に乗っけてただ左に乗っけてって打てばいいとかそういうことではなくて、正しい体重の乗せる位置を意識しておいてあげると、意識が手元じゃなくて足の方に行くんで、さっきの手の遊びが自然と小さくなるから、フェースの開閉の度合いが小さくなって曲がり幅が自然と抑えられるっていった原因。じゃあ体重度どうするのって言ったら、大体のとかドライバーなので、やっぱこう足がちょっと広めになることが多くて、さあ振っていきますって言った時にこう右足全体にベターって体重が乗って、で左にが、まあ、ほぼかかってないよっていう状態になることが多いと思うんですけど、基本的にはクラブ上げてってトップの位置に来た時に、体重は右のかかと、そして左のつま先っていう、だからすごい分かりやすく、これ上げる必要ないですよ。分かりやすくするのにこういう状態でかかってる、こうね、ベタっていってこうじゃなくて、この位置に体重がかかってるようにしといてあげる。で振ってった後は次逆、左のかかとの右のつま先、まあ、これはよく見える形だから多分わかるかな。意外とみんな見落としがちなのはこのトップの時の体重の乗ってる位置ですね。
分かりやすくするとこうやって右のかかと左のつま先、まあ、これ分かりやすくするのに上げてるだけなんで、実際はつけた状態で右のかかと左のつま先に乗せてあげて、それを入れ替える。まあ、基本的には振ってった後はみんな左かかとの右のつま先になってることが多いので、まあ、特に上げていく時にちゃんと右のかかと左のつま先に乗ってるかを確認してあげてください。全部ベターって全体に乗ってないように。でそこに乗せてあげると何がいいかっていうと、腰が回るんですよね。右のかかと左のつま先入れ替える入れ替える入れ替える、で腰が回るんで、さっき言った体を使ってクラブこうやって振っていくとフェースの開閉小さいとかほぼないよねっていう状態になるんです。この回転がただ右左になると入らないんで、さっきの手の動きの方が大きくなっちゃう、曲がる原因になっちゃうんで、割とここの乗っける位置っていうのがすごい大事。まとめると2つポイント、1個が握る強さね、ギュッて握らないで、ちょっとピンポン玉とかゴルフボールを振ってこう掴むぐらいの、ただボールみんな握るときグッて握らないと思うんで、ちょっと優しく包み込むように左も右もグリップを作ってあげる。でその時に注意してもらいたいのが、確認してもらいたいのが、手のひらの中に少し隙間ができるように握る。ぐーって手のひら全部でこう握るんじゃなくて、優しく包み込むことによってちょっとこの辺に空洞できるよ。これを左右どっちも作ってあげる。でこれは構えた時に作ってあげるんですけど、これを振っていく時にグーって握っちゃうとまたそれは話変わってきちゃうんで、物理的に人間は物飛ばさないようにして振っていくときはギュッて握っちゃうんですけど、自分の意識としてはその優しく包み込んだ形を維持したまま、常にアドレスもそうだし、ポンって振ってったときもずっとこれが変わらないようにして打ってあげるっていうのがポイント。なんでまあアドレスしてからフィニッシュまでずっとこの後変えないようにして打ってあげるっていうのがポイントです。でもう一個が体重移動ですね。足、右足右左とかではなくて、さっきも言った体の回転を一緒にしてあげることによってフェースの開閉を小さくしてあげる。体が回らないと手の動きが大きくなってフェースの開閉が大きくなるから曲がり幅も大きくなっちゃう。それを直すのに体重移動、体重を乗っける位置を確認する。乗っけてあげると体の回転に自然とつながってくるから。じゃあどこを意識するのってと、上げてった時のトップの位置では右のかかと左のつま先、振ってった後は左のかかと右のつま先、ここにちゃんと乗ってってるかなっていうのを確認しながら振ってあげる。そしてでしといてあげると体全体が使えて手の遊びが少なくなってくるんで、曲がり幅がある程度抑えられるようになってくるかなと。最初は多分そこに意識すると今まで意識してないところを意識して打つようになるんで距離が一回落ちるんですけど、そこは一旦我慢、慣れてくれば必ず戻ってくるから。なのでちょっとドライバーだけやたら曲がるなって人はそこの2つをちょっと意識して練習場で練習してみてください。でドライバーが曲がる人に向けての動画でした。私のレッスンは、東京ジャンボゴルフセンターで受講可能です。他ラウンドレッスンも行っていますので、気になった方はぜひ、インスタグラムの DM かメールでご連絡いただければなと思います。インスタグラムのアカウントやメールアドレスに関してはここの概要欄に記載してありますので、そこから気楽にご連絡ください。この動画以上になります。ありがとうございました。